Moemi が犬を飼いたいと言い出した。犬がダメだったら猫。でもあいにく僕らのアパートは犬や猫を飼ってはいけない規則だった。そこで僕は一計を案じた。犬の代わりだと思って勘弁してよ。忍者って平気だって子供の頃よくやったもん。散歩だってできるだろう。できないよ。はいはいはい、持って練習練習。そっちはいいよ、座敷画面にするから。走れ走れ。
い、ゆすいてください。違う。メタリック感がなくなったって感じかな。おいしい？おいしいっていうか。おいしくない？気に入らないんですか？でもまあこれが一応ノーマル味だからな。そのうちになれると思うけど。いいです、嫌だったらまたつけてもらいます。なんで？今度はもう一生外しませんから。今度の日曜日どっか行こうよ。日曜日？仕事？うん。仕事？仕事。ねえ、小説書いてよ。うん。小説。ねえ、小説。日曜日の小説。Thank you.
茶入ったわよ。うん、ありがとう。どうしたのこれ。え、のそのそ歩かれると落ち着かないのよ。どうしたの？ん？あ、できた？いや。まだできないの？うん。百年休まずに。できた？いや。まだできないの？
Yukio? まあ一種の愛の病ですよ。 Moemi? Moemi! Moemi?彼女の場合、自分が縛られているというような強迫観念があって、それがああいう症状になって現れるんです。ああ。二人の生活の中に何かきっと彼女を縛りつけている要因があるんでしょう。心当たりは？縛りつけてる要因？それはあなたにとっては、ものすごく些細に思えることかもしれません。 案外そういうことが彼女を傷つけたり苦しめたりしてることがあるんです。っていうより、
縛りつけてるんじゃなくって、むしろほどけてるんだと思います。なるほど。僕らの関係にしたって、なんだか前よりずっとほどけてるような気がするんです。要するに、そういうことですよ。俺のせいかな。え？いや、今度の週末、日曜日どっか行こうか。たまにはいいよな。どこを行こうか。どこを行こうか。それかさ、仕事が一段落したら海外でも行くか。南の島とか、北の方でもいいんだけど、何にもないようなとこ、何も考えないでいいようなとこ。萌実の言う通り、あの先生さ、なんかインチキ臭いな。イカサマの占い師みたいなことばっかり言ってさ。病院変えてみようか。ユキオちゃん、ユキオちゃん病気なの？病気なの？何やってんの？待ってるを縛ってたの。すごいもん作ったんだね。縛っちゃった。何を？この中。何それ？何これ？二人の愛を
縛ったの。いいじゃん。なるほど、それはいけませんね。いよいよ末期だ。どうなっちゃうんでしょう、これから。まあ、辛抱強く治していくしかないでしょうね。とりあえず今夜あたり、本人を縛ってあげてみてください。縛られることで幾分かの安心感が得られるでしょうから。Moemi. After that, I'll do something good.
んと縛ってよ。縛ったよ。ちゃんと。きつく。縛って。
目を覚ますと、僕はがんじがらめに縛られ、そして萌実の姿はなかった。結局僕らは縛られていたのだろうか、ほどけていたのだろうか。萌実は未だに行方知れずである。